興への羅針盤です。東京電力福島第一原子力発電所の事故による影響で、一関市で生産される干し椎茸の一部は今も出荷制限が続いています。そうした中、生産者らが力を合わせて10年ぶりに品評会を開き、復活への一歩を踏み出しました。先月28日、一関市内の商業施設で地元産の干し椎茸の展示販売の準備が進められていました。これらの椎茸は品評会に出品された質の高いものです。一関市は旧大東町を中心に原木椎茸栽培が盛んで、特に干し椎茸は県の品評会で30年連続で優勝を果たすなどブランドとなっていました。毎年この時期は市内の生産者がよりすぐりの干し椎茸を持ち寄り、品評会を開催するのが恒例でした。しかし、残念ながら一部においてですね、現在の暫定規制値500ベクレルを超えるものが出ましたので、2012年、原発から200キロ以上離れた県内にも放射性物質の被害が及んでいたことが明らかになりました。一関市など13の市町村で生産・加工された干し椎茸は出荷制限の対象に。一関市の品評会も中止となりました。原木椎茸は椎茸の菌を植えたホダギを林の中に並べ、2年ほどかけてようやく収穫できます。一関市大東町の原木椎茸生産者、佐々木和則さんは祖父の代から続く生産者です。東京の大田市場に勤めていましたが、おととしふるさとに帰ってきました。椎茸を育てるホダ場です。佐々木さんの家では放射性物質による汚染のため所有していた4万本のホダギをすべて処分しました。地表から5センチの土をすべて取り除き、ヤシ柄の繊維で編んだシートで表面を覆った上に新しいホダギを並べて、2017年にようやく出荷を再開できるようになりました。しかし、いまだ周囲に自生しているナラの木をホダギとして使うことはできず、広野町など県北部のものを購入しています。まあ、出荷はもう一応できる状況に今では回復しましたけれども、山の環境に対して、まあ、これだけ影響が強く残っているっていうのは本当に驚いています。ゼロからの再出発となった一関市の原木椎茸。佐々木さんは父久助さんを助け、長い道のりを一歩ずつ歩んでいこうと考えています。まあ、自然のものに対しては、まあ、自分含めて、まあ、人の力でこうどうこうできることではないので、まあ、ブランド力の向上であったり栽培技術の向上であったりっていうのは自分らで一つずつやっていきたいだと考えています。生産者と行政が協力し、10年ぶりとなる干し椎茸の展示販売が始まりました。出品されたのは、地域の生産者が形、色つやなどに吟味を重ねて箱詰めした42点。震災前に比べると出品された数は半分以下ですが、自慢の干し椎茸を直接消費者にアピールする機会は、地域ブランドの復活を告げるのろしとなりました。これの開き切ったのがこれっていう。ああ、そうです、そうです。薄くなるんですね。ね、嬉しいことですよね。これがね、もっとどんどんね、広がっていけばいいですよね。生産者じゃなくても、消費者も待ってます。生産者団体の代表を務める岩渕健一さんは、2015年、
地域でいち早く出荷再開に踏み切った一人。10年ぶりの品評会に感慨もひとしおです。これ原発事故があっても放射能汚染にさまれて出荷停止になった時はもうこれで、まあ、この地域の産業白木産業はまあ終わりかなと思ったんですけども、まあ、ようやく10年ぶりでこう、こういう品評会開催できたということと、まあ、本当に皆さんの協力で農会でこういう品評会開催できたということ本当に嬉しく思っています。事前に行われた審査で佐々木さんの椎茸茶花どんこは見事最高賞の優等賞に次ぐ一等賞に輝きました。初めての品評会は良い刺激になったようです。私自身まだ始めたばっかりなんですけれども、まあ、先輩たちに追いつけるように今日の品評会の展示品参考にしながら今後に自分の力にしていきたいなと思っています。山あいの地形を生かし自然の摂理に従って生産される原木椎茸、その復活への道のりは放射性物質による汚染の根深さを今なお私たちに突きつけてきます。それでも地域ブランドを次の世代につなげようという生産者の思いは新たな芽吹きとなってゆっくりと地域に広がり始めています。